マーテン・ラフィバーは、オランダ・アイントホーフェン出身のプロゴルファーである。2003年のダッチオープンで優勝し、2年後の2005年に全英オープンゴルフで優勝争いに加わるなど、オランダ人のプロゴルファーとして、初めて国際的な知名度を獲得した選手になる。ヨーロピアンツアーでの賞金ランキング自己最高位は25位。ラフィーバーはアマチュア選手時代の1997年、オランダ、スイス、スペインのアマチュアゴルフ選手権で優勝した。同年にプロ入りするが、最初は欧州ツアーのクオリファイングスクールに失敗し、1999年3月にチャレンジツアー大会のケニアオープンで優勝した。これにより、彼は当年度のチャレンジツアーの賞金ランキング7位に入り、ヨーロッパツアーに昇格する資格を満たして、2000年から欧州ツアーのメンバーになった。2003年10月9日から12日に、故国のヒルバーサムで開かれたダッチオープンで、ラフィバーは、オランダ人のゴルファーとして1947年のジョー・プルール以来56年ぶりの優勝を決めた。現時点では、これが彼の唯一の欧州ツアー優勝である。この勝利により、彼は2003年度の欧州ツアー賞金ランキングで29位に入った。マーテン・ラフィーバーが世界的な知名度を獲得したのは2005年全英オープンゴルフでの出来事だった。ゴルフの聖地と呼ばれるセントアンドルーズの R&A ゴルフクラブで彼は第3ラウンドを67で回り、3日目の終了時点で6アンダーパーの9位タイにつけた。ラフィーバーを含めた11人の選手がこの位置につけ、彼は世界のゴルフファンにもオランダ人のプロゴルファーの存在を印象づけたが、最終ラウンドは77とスコアを崩し、1アンダーパーの41位タイで競技を終えた。ラフィーバーはその後もプロゴルファーの非常に少ないオランダで当地の第一人者として活動を続けている。チーム戦のワールドカップゴルフには1999年、2001年、2004年、2005年、2007年の5度出場しており、2001年11月のワールドカップで来日したこともある。ありがとうございます。